鈴鹿山脈の地形図鈴鹿山脈は、岐阜県及び三重県と滋賀県との県境沿いに位置する山脈。一般的には、関ヶ原の南に位置する両前山から鈴鹿峠までの範囲を指す。南端の定義は、油日岳とするなどの小説がある。北部と南部は、石灰岩質のなだらかな山であり、大池岳や藤原岳山頂付近には、カルスト地形も見られる。 藤原岳では大規模な石灰岩の採掘が行われている。一方、中央部の竜が竹南面から入道が竹にかけての範囲は加工岩質で鋭い山陽となっている。三重県側は比較的険しく、滋賀県側はなだらかな山が広がっている。今から200から100万年前に隆起したとされ、鈴鹿山脈登録部では逆断層の一部が第四期。 後期以降も活動を継続していることが知られている。最高峰は大池だけである。山脈で最も有名な山は五在所だけであり、入山者数が最も多い。三重県川小物町の中原には湯の山温泉があり、山頂付近までロープウェイが結んでいる。五在所だけ山頂には、三重県内唯一のスキー場である五在所スキー場がある。また、五在所竹の藤内壁は、 ロッククライミングの名所となっている。かつては北部の藤原学にもスキー場が存在した。リフト等の設備は一切ない自然のスキー場であった。一帯は鈴鹿国定公園として国定公園に指定されている。ほぼ南北に多くの山々が連なる。お池岳や五在所岳からは西側に派生する尾根がある。源流となる河川は伊勢湾及び琵琶湖へ流れる。 鈴鹿峠、石船峠及び、新名神高速道路を除き冬季閉鎖となる。また、走行雨量による通行規制も行われる。ありがとうございます。